はいどうも、皆さんこんばんは。うぷなしでございます。今回もですね、今回の夜話も EOS M5 に、ね、関する動画でございます。ちょっと M5 ね、本気で導入する方向で今動いていますので、というね、話を最初にしておきましょう。でですね、EOS M5 で使う、望遠レンズなんかにないかなということで、今回もね、望遠レンズ4機種上げてみました。まあ、200mm 以上で、まあ、軽くて、ね、小さくて軽いと。で、まあ、レンズにアダプターつけても1キロ以下っていうところで選んでいます。じゃあ、早速ね、見ていきましょう。あれ？こっちじゃない？最初はこっちですね。はい。最初にね、見ていくレンズはですね、キャノンさんの EFS55-250mm。でございます。STM を使ったね、静かな AF の特徴のレンズですけども、これすごい軽いんですよね。実を言うと重量がですね 375g しかありません。まあ3号缶あれよりちょっと重たいくらいっていう感じですよね。ビールの3号缶とかね、あのくらいの重量で扱えて、なおかつ、ね、APS-C で、ね、35mm 版換算で 300mm 超える有望円で扱えるという感じですね。で、このレンズフルサイズでは使えないんですけど、まあ、APS-C ですからね、M5 ですね、問題ないかなというふうに思っております。お値段の方がですね、まあ中古で買うのが妥当でしょうね、このレンズは。中古だと絶対2万円台くらいからね、売られているみたいですね。2万円とか2万5000円とかね、そのくらいでしたからね。で、最大の撮影距離が85センチ。まあまあ、このクラスの望遠としては、まあ、標準的な感じですかね。で、ズーム倍率が 4.545 倍です。で、実は言うと、このレンズ、使ったことがありまして、私。キットレンズついてきて使ってて、ああ、これは綺麗なレンズだなと思いながらも、ちょっとね、いろいろ理由がありまして、売却しちゃってたんですね。ちょっと残念でしたけど、また買い戻したいなと思います。あ、EFS レンズ買い戻したいって話、もちょっと夜話でそのうちねしようと思うんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ次いきますか。次、はい、さっきも出てましたけど、タブロンさんの SP7300mmF4.6DIVCUSD というねレンズですね。で、これがですね、意外と重たいんですね。 765g、 さっきの倍くらいですからね。まあ7300ですからね、これ。しかもフルサイズ対応ですからね。で、これがまあ、すごい安くてですね、中古でだいたい1万5、6千とか、1万7千くらいからで買えるレンズで、で、1.5 メーター最低撮影距離。まあ、7300プラスだとね、だいたい 1.5 メートルって、ね、標準的な感じですかね。APS-C 換算で460、480くらいまでね、望遠端伸びると。いうレンズですね。まあ、純正じゃないってところでね、マウントアダプターとの相性がどうなるかっていうところで、まあ、ちょっとなって思うかもしれないけど、この安さがね、効いてくると思いますね。で、7300mm クラスのレンズで唯一ですかね、フィルター圏が 62mm と小さいレンズですね。キャノンさんは 67mm ですし、ね、L レンズも 67mm なので、ちょっとフィルター圏細くなって、で、レンズも細い。まあ、ただね、7300ズームなんでね、レンズはどうしても重く、ね、なっちゃってる感じはありますよね。で、次。次も7300なんですけど、おっとっとっと。はい。で、7300。今度はね、キャノン純正ですね。7300mmF4.6IS2USM。これをね、前回の動画で、ね、18-135、高倍率何がいいって話で上げた、ね、18-135と同じでナノ USM と。で、ズーム倍率 4.285 倍。で、これがね、ちょっとやっぱり新しいレンズなので、ちょっとお高くて、しかもこれ、モデルチェンジというか、マイナーチェンジというか、ね、変更が加わってのレンズなので、まあ、ちょっとお高くて、中古でもね、5万円台。オンラインショップだと、8万円台からっていうね、お値段になっております。
ただこのレンズ、タムロンさんよりいいところがあって、軽くて最短撮影距離が短いんですね。で、キャノンさん最短撮影距離 1.2 メートル、タムロンさんは 1.5 メートルでしたからね。で、重量も710グラム。と、タムロンさんよりだいたい55グラムくらい、50グラムくらい軽くなっている。で、このレンズですね、とジェット大輔さんのレビュー僕見たんですけども、隠れるレンズじゃないかっていうふうに言われていたので、すごいいいなと思いました。で、あと、そのジェット大輔さんの動画で、富山県の魚津に蜃気楼を撮りに行く動画があって、それ見たんですけど、その時、ジェット大輔さん、ね、マウントアダプターかまして、キッス M で使ってたので、まあ、EOS M シリーズでもマウントアダプターかまして、まあ、ちゃんと使えるのかなっていうね。やっぱ純正ですからね。っていうところで、ね、70-300、これもね、ちょっと、今いいなっていうね、候補に入れているね。でございます。はい。まあ、本当にね、このレンズは描写の良さですよね、やっぱり。で、なかなか綺麗な描写してくれるレンズだなと思います。実物もね、ちょっとそのうち触ってみたいなっていうふうに思っております。僕、L レンズの方しか触ったことないので、一回キャノンさんからお借りして使ったことがあるので、撮影会に。まあ、その時に、こっちなかったからなぁ。っていう、まあ、感じですよね。で、最後。はい。最後はですね、EFM マウントの純正になりますね。55-200mm、4.5、6.3 STM。で、このレンズがですね、ダントツ軽いです。260g。何ですか？ちっちゃい、あれですね、こう、ちっちゃいコーヒー缶とか、ね、自販機で100円で売ってるコーヒー缶とか、あれくらいの重量しかないわけですよ。まあ、それはね、EFM マウント純正ですからね。で、それでいて 55-200mm コンパクトですよね。で、35mm 版換算で 300mm 超える。超えるか ?200 ですよね。200に 1.6 倍すると、あ、320mm、300超えますね。で、このコンパクトさで、まあ、70-300 相当、ね、ズームレンズ、ズーム倍率がある。というのは非常にいいですよね。で、このレンズ写りも綺麗なんですよ。じゃあ僕のね、知り合いがこのレンズ使ってて写真何回も見てるんですけど、結構綺麗ですよね、このレンズ。EFM マウントのレンズ全般的に、まあ、無難にまとまってていいんじゃないか。ただこのレンズね、ちょっと出てからが新しいので、まあちょっと中古市場でもね、タムロンさんの70-300 よりも、まあ、ちょっと、ね、高めで2万5000円台からというくらいになってますね。で、まあ、ね、この、ね、今言った4機種の中で、今どれが一番気になってるかっていうと、55、キャノンさんの55-250か、キャノンさんの同じく純正の70-300mm かな、というふうにね、ちょっと今、迷ってるところでございますね。まあ、迷うとしたらね、やっぱこの2本ですよね。EFM マウント、ちょっとね、他のマウントで使い回せないので。で、EF マウントであれば、事実上いろんなマウントに介在できるので、ね、E マウントだったりとかね。もちろん、EFM マウントにもね、変えられますしね。っていうところでね、悩むところですよね。で、びっくりしたんですけど、55-250mm なんと生産終了していました。というね、レンズでした。ちょっとね、調べててすごいもうびっくりしちゃって、はぁって声が思わず出ちゃったんですけど、まあしょうがないですよね。まあ、発売自体もね、結構古いレンズなんで、55-250。はい。ということで今回はね、M5 望遠レンズ、望遠ズームレンズ、ね、200mm 以上で、ね、レンズアダプター込みで1キロ以下ってね、条件で探してみました。ね、なんかいい望遠ズームこんなんあるよっていうのがね、ありました。ぜひ。教えていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。次回も見てやってください。